さあ佐藤さん、はい、近藤か鈴木か楽しみな一戦になりましたね。これ4年分にわたる決着戦ですからね、4年2ヶ月ぶりです、はい、いや楽しみですね。2人とももう強くなって、はい、このリングまた戻ってきてると思いますから、はい、あの時は10代だった近藤です。鈴木は20代でした。21歳になった近藤海星、鈴木隼人は32歳で再戦を迎えます。ベテランの若きスター候補生近藤海星か、第1ラウンドのゴングです。サウスポースタイルは鈴木隼人でロー。土田さん、この楽しみな一戦ですがどんな展開予想されてますか？はい、いや展開はちょっと僕には分からないですけども、はい、でもやっぱねそれぞれ4年の間にいろいろありましたし、もうやっぱもう近藤海星選手はもうね若くして天才でしたから、はい、ね、怪我がなかったらちょっとどうなってたんだろうなっていうのもあったんで。なるほど、はい、なんかその怪我の時期でも右手首と右手を使わなくても勝った試合があるので、はい、違う武器を持った気もしますよね、その怪我をしている時は。怪我によってテクニックスピードは上がったといいます。その右の手首も全く問題ありませんと話す近藤海星です。階級下げてちょっとスピードもより上がりましたよね。まあ、このスーパーライトの階級がベストと本人は考えています。プロ12戦目を迎えたのは近藤海星です。180センチ、左ミドル、左ハイ、このスピード上げです。鈴木のミドルはいいですね。切れ味ありますか？そしてとにかく蹴りが伸びてきます。ミドル、後ろから蹴る、左ハイ来る、上がっていくしかありませんと鈴木隼人は何度も口にしていました。蹴って蹴って蹴りまくるスタイルです。左ミドル、鈴木選手はその蹴りの選手かと思ったら前回の林健太戦ではあのパンチの応戦に応じてパンチで仕留めた感じなの で、 いでした、ね、はい、左のストレートも、ね、見せてくれました。そうですよね、戦い方がすごい熱いんで、たとえ負けてしまってもものすごく評価されている選手ですもんね、はい、あとは熊田さん、この K1 の世界で結果を残したい、ここのこだわりですよね。そうですね、クラッシュではチャンピオンベルトは取りました。これ今オーソドックスとサウスポーじゃないですか、お互いが前の手を使ってこの制空権を探ってますよ。近藤の左、はい、鈴木の右、近藤選手の左と鈴木選手の右手ですね、はい、さあ早くも1分を切りました。戦ってると前の手出したくなくなるんですよ、あのオーソドックス対サウスポアと。 はい、でも出しづらいけど出さないとリズム取れない、はい、あえて公開練習では手の内は見せなかった近藤海星です。見せたくないと話していました。真のスターヒーローになっていくか近藤海星、見ろ曲げり、鋭い目つきは鈴木隼人です。入ってくる、ここに左を刺した、この回戦前に出ます。30秒を切りました。右ロー、いやー土屋さん、鈴木隼人の目もかなり鋭いものありますね。いやそうですね、やっぱあの近藤君はなんかもうね昔からこうなんか華々しいテクニックになるイメージでしたけど、はい、やっぱ、ね、鈴木選手はこのなんか雑草魂というかね、この男気の感じがいいですよ ね、 雰囲気は全く違います。4年2ヶ月ぶりの再戦です。あの時は引き分けでした。4年の時を超えて第1ラウンドが終了しました。あの時は引き分けでした。今夜ここ福岡で勝敗は決することになるんでしょうか。さあ土屋さんは鈴木と近藤のパフォーマンス、目にはどう映りました？でも第1ラウンドですからね、まあ、これからなんだろうなと思いますけれども、はい、少し様子を見ながらという感じもありましたかね。はい、でも相手の攻撃とかもちょっとずつ慣れてくるでしょうし、はい、佐藤さん、近藤海星が鈴木のあの鋭い蹴りをどう回避して、はい、そして打ち込んでいくかですね。そうですね、あの1ラウンド目割とまともにミドル食らってた場面があるんで、はい、これあの距離でまともに食らい続けると右手は死んでいきます、はい、距離感という部分ではどうでしょうか近藤海星。距離感はお互い探り合ってる状況ですね。まだお互い、そうですね、握ってないですね距離は、はい、近藤海星はプロでは初の福岡での一戦になります。鈴木隼人は締めの20戦目、重要な20戦目を迎えました。互いに前の手で呼吸を図ります。じわじわとプレッシャー、左ミドルから打撃につなげた鈴木、いや下がりながら前に出た、
オーソドックスさえサウスポーの場合はこの、はい、距離もそうなんですけど立ち位置も少しずつ変わるだけでもう当たる技が格段に変わりますので、あ、なるほど、細かく位置をずらしていかなければいけませんね、はい、第1ラウンドから続けてプレッシャーをかけていくのがどちらかというと鈴木隼人です。入ってくるところ左のリードジャブは近藤海星、今の左ミドルのかわし方いいですね、はい、第1ラウンドは何度か左ミドルが入るシーンがありました。これ左ミドル駆け引き続けた、もう一度ミドル続ける蹴ってきます、2度3度続けてきます。鈴木隼人右のミドルは今度は近藤海星前蹴り、最初の1分経過です。第2ラウンド インド、インドね、ダメージが狙ってますね。もう一つだいぶ赤くなってますね。左ミドルを続けながら打撃につなげていくというのが鈴木隼人、いいインドですね。近藤海星のインローは後々効いてきますかね。もうダメージありますよ、ね、ありますか、はい、これ特にあの左ミドル、おっと下がった鈴木隼人下がった、前に出る、あとどうかダウン取りました。先にダウンを取ったのは近藤海星です。鈴木隼人が先に倒れました。ここは佐藤さんダメージありますね。ダメージありますね。近藤はまだ冷静ですよ、最近にか右ミドルチャンスを見たが近藤入っていく、距離を縮めて右ボディ、右ボディ、右ストレート、右を刺す、左ジャブから右ストレート狙う、足が止まっているのは鈴木隼人。ここは土屋さん鈴木耐えたいですね。そうですね、あと1分ですからね、まだ50秒以上あります。右の膝、右ストレート、ちょっとフライついてますね、足がボディも効いてる、動かなくなってきました。画面狙う、足も効いてる。さあチャンスは来ています。あとおよそ30秒で仕留め切るかという近藤海星です。鈴木はちょっとあのきついですよ今、きつい時間ですよ。ただここ耐え抜けばチャンスはまた来ます、はい、第3ラウンド、左ボディ、うん、少しか押しかめたか、あと20秒アッパーを狙った近藤、耐えられるか。32歳鈴木隼人、4年前は引き分けでした。4年の時を経て KO 決着なるか、よしきなる。鈴木前に出ます、左ミドル、最後は打撃も出していきました。ここで第2ラウンド終了のゴングです、うん、いや佐藤さんよく耐えましたね鈴木、よく耐えましたけどきついですよ。これはもう次のラウンドも確実にダメージ残ったままだと思います、はい、今度は近藤海星が佐藤さんどう出るかですね、第3ラウンドのスタート。そうですね、ひょっとしたらセコンドからもう勝負かけろ詰めろっていう指示が出るかもしれないですね、はい、セコンドに入ってるのお兄さんたちですよね。そうです、そうです、この3兄弟もいいですよね、はい、ストーリーもあって、長男大成、次男健成、そして3番目がこの近藤海星です。なんか難病を克服してこのリングに上がってるって思えないぐらいの近藤海星さん、ね、すごいですね。小学生の時にプロのファイターに絶対になると心に決めたそうです。このセコンドの、ね、3兄弟のこの信頼関係もものすごく熱いものがあるので、はい、もっと兄を尊敬してると思うんですよね。そうですね、三兄弟幼少期から空手を始めてきました。近藤家の夢でもあります。さあ鈴木隼人を与えられるか、どうなるか。4年ぶりに対峙する感じです。さあ最終第3ラウンドのスタート、耐えるか鈴木、捉え切るか近藤海星。この辺りダメージ、はい、下半身の強さどうか、足がね、結構きつそうなんですよ ね、 インロー、あ、でも肉離れとかしてる可能性もありますよ。ありますか、はい、そこを狙っていくか近藤海星、前に進んでいってるっていうのはすごいですね、はい、左ミドル、左ミドル、左ミドル、もう一つ左ストレート、応酬した鈴木隼人、負けていない、勝負かけています鈴木隼人です。いや、土屋さん今の動きどうご覧になりました。もう根性ですね、打ち合い上等、激戦必至、右ストレート、両フックは鈴木隼人です。いや、熊田さん、この鈴木隼人の意地を感じる最終第3ラウンドになるかもしれませんね。蘇りがありますね。ですよね、倒し倒すの激しい打ち合いを何度も繰り広げてきた鈴木隼人です。
多分これ右足がね多分怪我してると思うんですね、前足ですよね、さっきの、はい、あの近藤のインローレ、しっかり踏み込めないですね、そうですね、踏ん張れないですね、滑るような雰囲気あります。それでも左ミドル打ちますね、もう自分の信じた技で行くんですね、鈴木は。もしかすると鈴木隼人の右足はもうダメかもしれません、折れているかもしれません、ただ入っていきます。気持ちを感じる最後の3分間、一方で近藤海星は冷静に仕留めに行けるか。まあ、これだけ前にがむしゃらに来られると近藤海星も佐藤さん、はい、少しやりづらくなってきますか。そうですね、もうこれぐちゃぐちゃにするのは全然ありですよ、近藤海星に警告を与えられました。あと1分と少しあります。1分15秒ほど、左ミドルから左ストレート、鈴木は気持ち強いな、さあこの気持ちに応えられるか近藤海星、勝っていかなければいけません、 K1 ネクストその主役にならなければいけません。ここでまたタイムストップです。あ、近藤海星にイエローカード出ました。さああと1分を切っています。最終第3ラウンド、鈴木が来る右、なんとか立っている鈴木隼人、くっつくようにしてきます。左、冷静に戦っていきたい近藤海星です。これからは僕たちの時代と話します。私天狗の自分たちがこの K1 を引っ張っていくというふうに話していました近藤海星です。いや、津田さん、ほとんど鈴木足に力入っていない中前に出ますね。鈴木はもう30代ながら俺はまだいけるぞっていう前進ですよ、はい、30代の根性維持、それを感じます。さああと15秒、近藤海星まとめ切るか、捉え切るか、あと10秒を切る、左フック離れません鈴木隼人、30代の維持か、それとも21歳のスター候補生か。ここで第3ラウンド終了のゴングでした。ナイスバイト、気持ち感じましたね。いや、熊田さん、この鈴木隼人の姿いかがですか。まあ、本当に命を削って戦ってくれてるっていうのが伝わってきて、本当にもう感動しましたね。今にも何か涙がこぼれそうな、そんな雰囲気さえ伝わってきます鈴木隼人です。近藤海星に笑みはありませんでした。32歳プロ20戦目の鈴木隼人、一方プロ12戦目21歳の近藤海星、両者の一戦は判定と向かっていきます。ジャッジ伊藤28対28ドロー、まずはドロー。ジャッジ豊永28対28ドロー。ジャッジ運命の一戦はまだ残されていました。4年2ヶ月ぶりの再戦は延長できるんですかね、戦えますか。いや、土屋さん、ものすごいドラマ待っていましたね。いや、ちょっとそうですね、でもまあもう根性で行くしかないですからね、僕は。ただ足心配っすね、はい、この後使い物にならなくならないですかね。歩けない可能性ありますよね。もう鈴木は歩けなくなっても俺は行くよっていう気持ちだと思います、はい、うん、そうですよね。近藤海星との一戦にかけてきたというふうに鈴木隼人も話します。お互いダメージありますからね、キックに関しては土屋さん、鈴木隼人は左しか使っていませんもんね。いや、まあでもそうですね、もう自分の得意技をね、はい、もう目いっぱいぶつけるだけだと思うんですけども、そして佐藤さん、近藤海星の頭の中はどう読み取りますか。近藤、そうですね、海星君、ここだから鈴木隼人のこのど根性に押し負けないことですよね、もう押し返してやるぐらいのつもりで、はい、距離どんどん潰されて前に来ますもんね、はい、もない激戦必至予想されました。4年前は引き分け、さあ、あと下のキックも忘れないようにして近藤選手は、
若手かそれともベテランか、決着はつきます。このラウンドは死闘になりますよ。4年2ヶ月ぶりのドラマ、2人の運命交錯する中、あと3分残されていました。前に出ます、カエト。何か近藤海星もやりづらそうな雰囲気が伝わってきます。ダウンを一つ取ったのは近藤海星でした。手で、はい、右の前足を痛めているのは近藤海星も分かるはずです。ホールディング注意与えられました。まだ鈴木隼人出ます。左ミドル、左右、後ろめたれかを見せた。ワットダウン取りました。鈴木隼人が近藤海星から延長ラウンドでダウンを取りました。これはど根性ですね。体力はどうか、近藤海星気持ちは折れていないか、鼻から出血。さあ形勢逆転か。鈴木隼人にチャンスをやってきました。倒した。なんと鈴木隼人驚異的勝ってみせました。近藤海星敗れました。4年2ヶ月ぶり再戦はついに決着がつきました。鈴木隼人涙の勝利でした。岸田さん勝ちましたね。いやもう根性以外の何者でもないですもんね。いやまさか最後にリングに立ちつけたのは32歳鈴木隼人でした。いやかっこいい。もう死んでもいいぐらいの気持ちで言ってますね。いや佐藤さん何か鳥肌立ちましたね。いやすごいですね。このルールだと根性を見せる人ってやっぱパンチャーが多いんですよ。でもこうやって鈴木選手みたいなキッカーが、はい、もう軸足が完全に死んでいるのに、それでも俺の武器はこれなんだっつって、はい、ミドルの連打をかませるっていうのは、はい、本当に精神力が強いなと思いますね。こだわり続けましたね、はい、最後は打撃で近藤海星を破りました。いやすごい。これぞマッハキック、これぞ K1、これぞベテラン鈴木隼人が近藤海星を押しのけました。根性以外の何者でもないですよね、はい、根性ですね。魂と魂の気持ちです ね、テクニック技術じゃないですもんね、はい、なかなかこんなハートを動かすような試合を見せてくれるって、しかも毎試合がそうなんですよね、はい、自分の武器があるって素晴らしいですね。もう左足と心中するというような ね、はい、もう自分の武器があれば恐怖にも打ち勝てるんだ。人生も同じじゃないかなと思いますね、はい、勇気づけられましたよ鈴木に。軸足あんなにやられてるのにですか、はいはい、いや土屋さん何か男の生き様を感じましたね。いやもう本当男気ファイターですよね。かっこいいですよ。最後は延長ラウンドまで持ち込まれました。いや延長で逆転で KO ってすごいっすよ。第2ラウンドの途中あたりから土屋さん右足動いてませんでした、ね、いやそうなんですよね。だからこれはちょっと鈴木はしんどいなと思いながら見せたんですけど、はい、本当根性ですね。ひょっとしたら総合力に関しては近藤の方が上のような気がするんですよ。10回やったら6回か7回は近藤が勝つかもしれないんですけど、はいそうですね、もう鈴木はその10回中3回4回勝てる自分の分をこのターンに持ってきたという感じがします、ね、その折れない心というかどういうふうにそういう気持ちを持っていくんですかね。もう練習とあとは仲間と応援してくれてる人たちの思いがあるんじゃないですかね。さあその鈴木隼人の声を聞きましょう。マイクです。今日は応援ありがとうございました。対戦してくれた近藤選手ありがとうございました。この65キロ今、誰でやっても負ける気がしません。9月横浜で65キロのタイトルマッチがあると思うんですけど、肩を自分でやらせてください。挑戦させてください。絶対勝ちます。今日はありがとうございました。何か命を削って勝ち切ったという鈴木隼人です。
近藤海生若手を振り切って32歳杉原と足を痛めながら見事に延長ノックアウト勝利でした。全試合終了後ブロック